中国の文中区。ウクライナコサックとクリミアタタールの文中区。文中区は、金属製の飾りで竿の先端に馬あるいは牛の尻尾をつけて空中に掲げたもの。13世紀から20世紀にかけて、東は中東、東欧に存在した政治、軍事の権力の印。日本の馬印に相当する、トゥグやクタスとも呼ばれる。文中区の起源は、 南ウクライナの国会北岸から東満州の平野まで広がる大和の草原地帯で活躍した遊牧民にあると考えられている。月大人、サルマ大人、フン人、アバール人、クマン人などの民族は竿につけた馬の尻尾の文中区のような飾りを軍機内し権力の印として使用していたと推測される。13世紀に文中区の原型と思われる印が モンゴル人によって用いられた。その印は、トゥグと呼ばれ、モンゴル部族を率いる大将の権力のシンボルであった。モンゴル帝国が成立すると、テリーントゥグあるいは、サガントゥグと称する大きな9本のトゥグが、チンギスハーンの権力と帝国の象徴となった。それらは、三三劇を頂点に、布と黄金でできた傘のような飾りを持って、馬の尻尾を、 夫の9本の竿の先端につけたものであった。普段その9本のトゥグは、大ハーンの天幕の前に据えられ、大ハーンの岩と国内の状況を表していた。トゥグの尻尾の色が白ければ帝国は平和であり、黒ければ帝国が戦時中であることを示していた。十三世紀後半に事実上、モンゴル帝国が、ジョチウルス、チャガタイウルスとフレグウルス、ダイオンイエモンゴルウルスに分裂したが、 チンギスの後継者たるハーンたちは、トゥグを使用する習慣を保ち、大ハーンと違って八本のトゥグを用いることにした。さらにそのウルスも滅亡したが、それらの後継者であった、トゥルク系のクリミアハ半国とオスマン帝国は、トゥグを権力の象徴として利用し続けた。クリミアハーンは、チンギスの後継者として八本のトゥグを用い、オスマンのスルタンはその後継者ではなかったため、七本の トゥグを用いた。トゥグと共に軍旗も使用された。15世紀頃、クリミアのトゥグは文中区とオスマンのトゥグはクタスと呼ばれるようになり、トゥグ自体は形式的変化を遂げた。トゥグの数は馬の尻尾の数に交代され、トゥグの頂点の飾りは黄金の玉あるいはイスラム教のシンボル三日月に変わった。馬の尻尾をつけるところは布で覆われ、鮮やかな赤。 青色で塗られて華麗な模様をなすラクダの毛の糸で固定され、さらに、馬の尻尾自体も様々な色に染めるようになった。それ以後、クリミアハーンは八つの尻尾がつく文中区を用い、オスマンのスルタンは七つの尻尾がつくクタスを用いた。また、クリミアハン国とオスマン帝国の最高権力者の、他に、当国の大臣や司令官などに、トゥグを持つことが許され、三つの馬の尻尾は、 最初、二つの尻尾は、守護、一つの尻尾は、総督という簡易ごとに、馬の尻尾の数を制限する制度が形作られた。トゥグを持つ義務は、トゥグテカンという特殊な重視に課せられていた。16世紀頃、クリミア半国からウクライナ経由で文中区の風習が、リトアニア大公国とポーランド王国へ伝わった。ポーランドの最高司令官であった大ポーランドヘトマン。 は二つの馬の尻尾で飾った文中区を使用し、彼に次ぐ戦場をエトマンは一つの馬の尻尾を持つ文中区を用いていた。文中区を持つために文中区手管という職も設置され、機種管に並ぶ名誉な称号とされていた。1576年にポーランド国王ステファン・バートリは当時ポーランドに従属していたウクライナコサックに戦場での手柄の褒美として一本の文中区を 歌詞した。その行為によってコサックは国家の軍事力として公認され、文中区はクレーノードと呼ばれるコサック軍の大切な表彰となった。コサックの文中区は約3メートルの竿の先端に一つの白馬の尻尾をくれない黒、白の糸で編んで二つの銀色の房とともに黄金の玉で固定されるような構造を持っていた。17世紀からは文中区は ウクライナコサックの統領ヘイチマンの権力の印となり、文中区の数も増えた。17世紀以降、ヘイチマンは、紅座を、黒座を、白ロザ,ロザの代、文中区と自分の権利を分与する印として任命ヘイチマン専用のいくつかの章、文中区を持っていた。文中区の手入れと移動は、ヘイチマンの反感を務める軍の文中区手官と、 文中区の友と呼ばれる文中区手間の部下に任されていた。18世紀以降、ウクライナコサックからの影響で、ドンコサックをはじめとする、ロシアコサックでも頭の指示として、文中区を使用するようになった。20世紀になると文中区はほとんど使用されなくなったが、第二次世界大戦前に存在した、ポーランド共和国の騎兵軍団では、 軍旗と並んで軍団の表彰として短い間で用いられたことがあった。ファイ、ゼー、ゼー、ゼー、1993、マングルウィッキー、ファイ、ゼー、ありがとうございます。